高校生、受験生、そして保護者の皆様、こんにちは。本日は、なぜ経営学部でデータサイエンスを学ぶのか。このように題しまして、横浜国立大学経営学部データサイエンス教育プログラム、通称 d s e p v i s の教育が、他のデータサイエンス系学部と 何が違うのかこの点について皆様にご紹介をしたいと思いますなおこの動画はカリキュラム紹介動画の第2弾となっておりますもし第1弾の動画をご覧になっていらっしゃらない方は第1弾動画をご覧いただいてからぜひこの動画をご覧いただければと思っておりますご紹介遅れましたが 私は横浜国立大学経営学部の鶴見博之と申します。どうぞよろしくお願いいたします。本動画の構成はこのようになっております。1データサイエンスとは何か2日本発国公立大学経営小学部によるデータサイエンス教育プログラム3 なぜ経営学部でデータサイエンスを学ぶのかこちらの3点について皆様にお話をしたいと思いますはい、えー、それでは本編に入りたいと思います1データサイエンスとは何か日頃の生活の中で例えばインターネット雑誌新聞テレビなどを見ていてデータサイエンス もしくはデータサイエンティストなんていう言葉を目にしたり耳にしたりする機会が増えてきたと思いますではそのデータサイエンスとかデータサイエンティストって一体何なのこの問いに対する一つの答えを皆様に提供したいと思いますデータサイエンスの定義については様々なものがありますその中でも特に有名なものに データサイエンスベンズと呼ばれるもののがあります今日はこのデータサイエンンスベンズを使ってデータサイエンスとは何かデータサイエンティストとは何かを説明してみたいと思います。このデータサイエンスベンズではデータサイエンスは数学と統計学これを一つ目の円コンピュータサイエンス これを2つ目の円、特定領域の専門知識・技能これを3つ目の円とした時にその3つの円が重複する場所これがデータサイエンスであるこのように説明をしてくれます。ではデータサイエンティストと呼ばれる人たちはどのような人物なのでしょうか このデータサイエンスベンズに基づくと3領域の知識技能を同時に兼ね備えた人物であるこのように説明することができます。はい、今お話ししたデータサイエンスについて日本国内の大学でデータサイエンスと銘打って教育活動を行っている大学。 どのような大学があるのでしょうか。ここでは時間の都合もありますので、国公立大学に話を絞って見ていきたいと思います。はい。国公立大学データサイエンス教育の主な動向を見てみましょう。2017年4月、滋賀大学にデータサイエンス学部が設立されました。こちらは、 日本初となったデータサイエンス学部ですその翌年2018年4月横浜市立大学にデータサイエンス学部がやはり設立されましたこちらは全国2番目となったデータサイエンス学部でした同年4月広島大学に情報科学部 という学部が設立されその翌年に兵庫県立大学に社会情報科学部またその翌年に長崎大学に情報データ科学部が設立されこれらの学部にはデータサイエンスに関するコースが設置されましたこれまでご覧いただいたように毎年のようにデータサイエンスの教育を始める大学が だんだんと増えてきていますまたこの動きというのは今後も続いていくことが予想されていますでは今後どのような動きがあるか見ていきたいと思いますはいまず関連するところとして2021年4月一橋大学商学部のデータデザインプログラムについて見てみたいと思います こちらはコンピューターサイエンスとデザイン思考を融合したプログラムということでこれまでご紹介したデータサイエンスとは別物のプログラムということになるのだと思うのですが関連するものとしてここにご紹介させていただきました。そして同年4月横浜国立大学学経営学部に データサイエンス教育プログラム通称 DCEPVIS が設立されます。こちらはこれまでの年表を見ていただいてわかりますように日本の国公立大学経営小学部の中ではデータサイエンスを銘打った最初の教育プログラムということになります。はい、ではいで次になぜ 経営学学部でデータサイエンスを学ぶののか、この点についきなりデータサイエンスのビジネスと言われてもあまりピンとこないと思います。ですのでこのデータサイエンスに関わるビジネスをレストランの経営に置き換えて説明してみたいと思います。 レストランの経営をするためにはどのような人材が欠かせないでしょうかまずレストランを経営するには食材が必要ですよねですので食材を収集する人管理する人販売する人、まあ、このような人材が世の中にいなければレストランの経営はできません例えばその代表としてここでは漁師さんを 載せておきたいいと思いますその次この食材を調理する人が必要ですね一般にシェフと呼ばれる人たちですこのシェフと呼ばれる人たちは道具を使って食材を料理にしますつまりその道具を作る職人さんが必要ですよねまた 出来上がった料理こちらの説明をし配膳をするギャルソンと言われる人たちが必要ですねそして我々は料理を食べることができますただここに今見えていないけれども必ず必要な人物がいますそれはレストランを作り その全体を統括するマネーージャーもしくはオーナーナですそのレストランの周りの顧客像を把握しどのような顧客にこのレストランに来てほしいのかまたその顧客たちはどのような料理やレストランの雰囲気を望んでいるのかこれを汲み取りその要望に合って たメニューを用意しお店を用意し人材を用意しこの全体を統括する人がいて初めてレストランは継続的な経営を実現することができますはい、先ほどのレストランのイメージを頭に思い浮かべつつデータサイエンスのビジネスの全体像を考えてみたいと思います データサイエンスのビジネスにはどのような人材が欠かせないでしょうかデータサイエンスのビジネスのですのでデータが必要ですよねつまりデータを収集管理販売する人が必要です先ほどで言えば量子役に相当します実際の社会ではデータベースのスペシャリストということになると思います 次にデータを分析する人が必要です。レストランのシェフ役に相当し、現実の世界ではデータサイエンティストに相当すると思います。また、分析手法を作る人が必要ですね。レストランで言えば職人さん、包丁職人にあたります。現実世界では統計学者、統計の研究者 ととといいうことになると思いますまた問題を汲み取りこの場合ですと企業や社会の問題を汲み取りデータ分析の結果を報告するギャルソン役の人も必要ですね。現実の世界ではコンンサルタントということになると思います。そしてレストランのお客さんに相当するのは企業であり社会です。 この企業や社会は結果を活用し企業社会をよりよく発展させていくということをしていると、まあ、そのように説明することができると思いますそして最後忘れてはいけないのはレストランでいうところのマネージャーオーナー役の人材ですこの人材はデータサイエンスをビジネスにし それを統括する人材この時皆さんはこれらの人材の中のどの役割を担ってみたいと感じられたでしょうかもし左側の3人の役割を担ってみたいと感じられた場合はこれまでご紹介した データサイエンス系の学部やコースへの進学をぜひご検討いただきたいなと思いますもしこの一連の役割の中のマネージャーオーナー役つまりビジネスリーダーを目指してみたいと感じられましたらぜひ我々 DSEP ビズへの進学をご検討いただきたいと思います 我々横浜国立大学経営学部は会期から間もなく100年を迎えようとしていますこの間ビジネスに特化した教育活動を行ってきましたその中では多数のビジネスリーダーも輩出されましたつまり我々の教育活動の中には そのビジネスリーダー育成につながるような様々な知識や技能、経験が蓄積されているということになりますこれが経営学部でデータサイエンスを学ぶ意義ということになります先ほどの内容をまた違った形で再整理してみたいと思います データサイエンス系学部と DCEPVIZ 何が違うのか日本初のデータサイエンス学部である滋賀大学データサイエンス学部には次のような記述がありますデータサイエンティストを育成することを目的としていますこのことが明確に書かれています一方 我々ディーセップビズの設立の理念はどうでしょうか次世代を担うビジネスリーダーの育成を目指すこれが我々の理念ですつまり同じデータサイエンスという名前がついていますがデータサイエンス全体の中で担う役割が 違うう人材をそれぞれぞ育ててようとしているですので先ほど左側の3人の役割を担いたい場合はデータサイエンス系学部をおすすめします。ビジネスリーダーの役割を担いたい方は DCEP ・ b i への進学をおすすめしますま。このように説明をしたということになります。 最後にもう一点データサイエンス計画部と d c e p ビズ、何が違うのかデータサイエンスベン図を用いながら説明してみたいと思いますデータサイエンス計画部の教育大きな特徴の一つとして特定領域を固定しないドメインエキスパータイズこちらについては 医学であるとか薬学生物学工学もしくは政治経済経営もしくは人文科学の各分野などさまざまな可能性を残しつつデータサイエンスを勉強するこれがデータサイエンス系学部の大きな特徴と言えます。一方我々ビズはこの特定領域を ビジネスに特化固定をするこの点がデータサイエンス系学部と大きく違ってきます。このことが皆さんにとってどのような意味があるかちょっと考えてみたいと思います。もしさまざまな領域で活躍することを意図してデータサイエンスを学びたいという場合は、 やはりデータサイエンス計画部への進学が適切な判断だと思います一方で自分はビジネスに特化した形でデータサイエンスを学びたいという場合例えば先ほどご紹介した医学におけるデータサイエンス薬学におけるデータサイエンス、まあ、このようなことをいろいろと勉強することそのこと自体は 無駄とは言いませんがビジネスにおけるデータサイエンスを勉強する上では、まあ、遠回りになってしまう、まあ、そのように考えることができると思います。つまり自分はデータサイエンスであるけれどもビジネスにおけるデータサイエンスこれを極めたいんだそのように考えていらっしゃる方は DCEP ・ビズに進学すること これが一番の近道、このように説明することができます。はい、最後にこの動画のまとめをしておきたいと思います。1、データサイエンスとは何か。では、データサイエンスベンズを用いて、3つの領域の重複領域がデータサイエンスである。このようなお話をさせていただきました。2、日本発。日本発。 国公立大学経営小学部によるデータサイエンス教育プログラムでは国公立大学のデータサイエンス教育の変遷を簡単に確認した上でその中でも d c e p ビズが新しい位置づけにあるようこのような点を皆さんと確認いたしました3。なぜ経営学部でデータサイエンスを学ぶのか。 この問いに対する答えとして我々はデータサイエンティストではなくデータサイエンスを駆使するビジネスリーダーの育成を目指している。したがってそのようなビジネスリーダーを目指すのであればビジネスの教育に100年にわたり特化してきた我々経営学部の中で データサイエンスを学ぶ、これが一番の近道ではないか、このような問いかけをさせていただきました。はい、ご視聴いただきありがとうございました。最後に我々ディセップビズの公式アカウントをご紹介して終わりにしたいと思います。YouTube、Twitter、Instagram、それぞれで動画を発信しております。 いずれも同じ動画がアップロードされますので最もアクセスしやすい SNS を選択いただき是非チャンネル登録やフォローをお願いしたいと思います。本日はどううもありがとうございました。